まるまるうどんです。久しぶりに来ますね。はい、どうもジプシーログです。もぎこを後にして東長崎の方に向けたいと思います。ここも基本山と海です。ずっと一個だけ言えるのはだんだん島原がすごく近くなってくるっていう感じですね。長崎がいかにこう縦に長いかっていうのがよーく分かる感じの今日一日だと思います。道がですね、どんどん再開発っていうか、手入れされてますんで、ここもほら、割と綺麗な道になってるわけなんですけど、前よりは通りやすいですよね。初めて走った時は、ありかっていうぐらいなんかすごい道だったんですよね。確かこの子長崎さんは映像に出してませんでした。出してたような出してないような。この辺も本当綺麗になって助かってますよ、ね、そしてすごく時間短縮できてます。前は多分向こう側をずっと入江に沿って走ってた気がするんですけどね。さあ、東長崎が見えてくると思います。東長崎ってあれですね、ペンギン水族館とかがあるところですね。見えてきました。今度はですね、県道じゃなくて国道34号線になります、こちらを入っていきます。東長崎からですね。あ、お腹すいた。もう時々食べに行くんですけどね、まるまるうどん。これまた何作ってんだろうな。新幹線ですかね。こんな気がする。2時半、お腹すいた。もうさあ、この道は東長崎からですね、諫早の方に抜ける道なんですけども、混んでますね。南海部品ですね。長崎じゃもう唯一ですね、バイクのパーツ屋さん、オールズと日本。他にないですもんね。前もう一軒長崎市内にあったんですけど、そこは店畳んじゃいましたからね。まるまるうどんが見えてきました。こう目印は逆の釜揚げうどん、丸亀製麺の反対側です。まるまるうどんです。久しぶりに来ますね。このうどん屋さんなんですけどね、この唐揚げが売りでございます。
この、元から揚げを食べたいと思います。はい、ということでですね、まるまるうどんの、元から揚げ定食を食べました。もうお腹いっぱい、元気も出たところでそろそろお家に帰ろうかなというふうに思います。今日はですね、帰り道に、長崎バイパス、長崎バイパスを、通って帰ってみようかなというふうに思います。この辺はですね、あの長崎の、陸運局がありますですね。私も長崎、10年前ですね、長崎来た時にここで、ナンバープレートの変更をやりました。ね、雨かなんか降ってる時だったなと思いますけど、とても親切にですね、ナンバーを交換の時に案内してもらいましたね。優しかったのを覚えております。さあ、陸運橋を越えるとですね、タラミというところなんですが、この辺からですね、長崎自動車道に入ったり長崎バイパスに入ったりということで、複合的なところがあります。この長崎バイパスの入り口が非常に分かりにくいんですよね。全然なんかまっすぐ行った方がバイパスに行きそうな気がするんですけど、そうじゃないんですよね。この長崎バイパスですね、結構覆面が多いので気をつけていただきたいというふうに思います。しかも有料の区間ですね、60キロ道路なんですね。ここはなかなかね、制限速度60キロって書いてある。昼間は気持ちいいんですけどね、ここは夜走ると真っ暗です。街灯一つもありません。でしかも山道でうねうね迫っていてですね、夜は非常に飛ばす方が多いので大変危険な道になります。一回ここですね、あれどこ行ったところだったかな、萩とか山口県の方ぐるっと回って帰ってきた時にちょうどガソリンがですねあとちょっとだったんですけど、まあ足りるだろうと思って乗ったらちょうどこの辺ですね、このバス停あたりで、ガス欠で止まりまして、慌てて端っこ行ってですね、リザーブで入った記憶があります。まあその前にガソリン入れるって話なんですけどね、まあ距離的になんとか持ちこたえられるんだろうとかって思った私がもうございました。まあある意味行けるとこまで行こうかなとは思ってたんですけどね、残念ながらそこで行き出まして、まあバイクだからリザーブがあるんで、まあ、それでねガソリンスタンドまでなんとか走れるんですけど、それなかったらあそこでジャフ呼ぶはめになりましたもんね。本当にね、いい思い出です。でこの道最終的には分岐をするんですね、昭和町の方に行く方と、川平というところに行く方と分かれます。川平の方に行くとですね、そのまま長代とかの方に、行くような形になりまして分岐します。で私は長代の方なんですが川平の方に行って、で昭和町の方はそのまま長崎の平和公園の近くの方までずっと行くような感じです。カービラ有料って書いてある方に私は行きますので、ここで分岐しますね。
で慌ててなんか入らないので気をつけていただきたいというふうに思います。取られるんですね、このピッチで。さあ、ということで、地元の方に帰ってきましたので、この辺で今日は終了したいと思います。どうもお付き合いありがとうございました。ジプシーログでした。さよなら。まもなく、池島に到着しようかというところですね。